口の耳がでかくなっちゃった。どうも、マギシです。今日はですね、池袋のロサボロさんに来てます。プロボーラーとガチンコ対決してみようと思っております。1ゲーム勝負っていうのはさすがに勝てないんで、2ゲームやらせていただいて、1ゲームでも僕が勝てたら僕の勝ちということでプロに挑んでみたいと思います。そして今日僕と対戦してくれるプロはナベピーです。どうもお願いします。ナベプロです。ナベプロって名前でいいんですか？正しくは渡辺和明と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナベプロは、ナベプロって僕言いにくいですか？ナベプロでいいですよ。いっぱいナベプロに友達いるから。ナベプロ、ナベプロボーリング界のナベプロさん。ナベプロさんはボーリング歴は何ですか？ボーリング歴はそうですね、20歳で始めて今35なんで、15年間になりますね。15年でボーリング初めてですね。プロになってからは11年目になります。はい、じゃあボーリング始めて4年でプロ？そうですね、だって結構早くプロになったことだとは思います。やばい、もうやばい。ちなみに、まあ、ハイスコアは当然、そうですね、パーフェクトということで、このパーフェクトは何回ぐらい？一応公式戦では、確か6回だと思う。公式戦で6回練習組めたら、多分3桁以上は。3桁ちょっともう数えてないですけど、パーフェクト3桁？そうですね、年間10個ぐらいは出るかな。試合ではなかなか簡単には出ないんですけど。大丈夫かな、この企画。まあ、うまくいったら楽しいですから。2ゲーム勝負でどちらかが勝ったら勝ちということで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあナベプロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 まだちょっと例分かってないから。まだね。ダメだ。よかった、マナが全然変わんない。今日結構ね、早いです。これ皆さん何言ってるか分かんないと思うんですけど、早いっていうのは曲がりにくいっていうことなんです。オイルが多いっていうのは油がちょっといっぱい塗られてるから、その分曲がりにくい。今のボールの軌道見ました？今のボールの軌道、あれがプロなんですよ。でもああやって一本残るからチャンスはなきにしもなんですよ。これはね、またよし、あ、そうか。お、ダメか。8本。これで僕18点なんで、これで終わりましょうか。一等多いですけど。全然ストライク取らないよ。うまい。マギさん、ボーリング歴はどれぐらいなんですか？僕も15年ぐらい、15、6年。じゃあ僕より長い。そう言われると恥ずかしいけど。ミスったようなこと言って。ミキンリード。なんだよ。マジか。ちょっとやっぱり序盤でね。マジか。ボッキリ折っていく。ひどすぎるな。これはひどいな。この動画を流さないようにしよう。お蔵入り。やばい。どうしよう。練習ボールそろそろ終わります？そろそろ本番。本番行きますか？
投げる直前に干潮してもいいですか？ダメですか？ダメです。干潮禁止か。きついな、干潮してな。干潮したい。いや、後ろから干潮したい。そう。マジか、マジか。もうなんかやばいやばいやばい。ちょっとマギーさん心折れてきてます。ちょっとこれまあまあ2回チャンスありますから。はい。そうです、ね。はい。まあこれは切り替えてもうそうですね。はい、練習しましょう。はい、これはまず面を、ね、覚えましょう。お、惜しい。オイリーレンズね。オイリーレンズ。オイリーレンズ。オイリー。オイリー。オイルが多いですね。オイルが多いんです。回転数が少ないと球が滑っていって曲がりにくいレンズね。うわ、そういうことですか。オイリーレン。こんな感じがします。もう滑りたくない。芸人が一番嫌なレン。よく滑るレン。やばいの、何がやばいんだよ。何がやばいの。ちょっと手前のボールが動いちゃったんで曲がりすぎちゃうかなと思ったんですけど、はい、助かりました。お、軽く投げた。おお、はい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 、分かってきたね。これ分かってきました。今うまいですね。今ちょっと軽く力抜いて振り落として、そう、もうちょっとちゃんと曲がりを調整しました。ありがとうございます。こういうのずっとやってくねえかな、こういうのやってくねえ。これはちょっとやっぱりプロだからなんかあんでズボン脱いでやるとかなんかやってます。ダメですか？ちょっとそれは社会的に社会的にダメですか？社会的に終わってしまうかもしれない。ダメか、ダメか。おー、うまい。はい、いや強すぎる、やばい。挑むんじゃなかった。投げた時に何も言わないのは調子がいい時だからね。お、うまい。おお、よしよし。マギさん、ハンデいります？いらないっす。ハンデいらないっす。ボーリング歴16年。そうですよ。だからボーリング歴って言っても練習してる期間がね。僕はボーリングよりも手品も練習してない。あれ、何も練習してない。いや何やってたんだ俺。27年間弟子入りして。うわー、割れなかった。こんな目閉じてこれ後ろから投げても取れるやつじゃないですか、こんなの。いやー、ちょっと前半やばかったな。でもこれでだいぶ、これ2回目いけるかもな。敵が強すぎる。敵が強すぎる。マックスで248だ、全部ストライクで。してきました。いいですね。これちょっと崩れてくるかな。2ゲーム
怖いな。なんかマックスで何て言いましたっけ？248。プロ、これマックスじゃないですね、これね。248取れそうな言い方してたから取るのかなと思ってたら。ダメなんだ、ダメなんだよ、それでも。メンタル攻撃。もうしょうがない、しょうがないです。僕らの武器はそれしかないですから。225対180ということで、はい、1ゲーム目は残念ながらちょっと大差で負けてしまいました。はい、ただちょっとやっと分かってきたんで、2ゲーム目、はい、ここでなんとか、はい、じゃあ2ゲーム目もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。